ちょっとこの皿状のこういうものを使ってバックスイングのやり方、皆さんにお教えしたいと思います。あのゴールワンのこの裏面ダウンをするときに感覚的にはこうですからね、ヨーヨーみたいに、こういう使い方をするんで、トップで出前持ちになってるとできません。ただ落ちるだけになるし、右肘の脇に当たるからボールに届かないから手伸ばしちゃうんですね。この形絶対ダメです、やっちゃいけない。正しいのは今こう持ちます。はい、右隣の人と握手するようにこう回ってきますね。正面向いてます。ズボンの線の横に来たらこう右耳の横あたりでこういう使い方です。こうじゃないです、こうです。こうすると回っていったらこうちょっと上げるときにちょっとここがね、こういうふうにちょっと昇屈しますよね。こうだと昇屈しながらこう上がってきます。上がってきます。こうこういう方、ここですよ。これが正しい、バックスイングの方向ですね。バックスイングの時に少しこういう感じ、いつでも右手っていうのはこう下の感覚でこういってます。右肩を後ろに引きながらこういう感覚で、こうですね。これが正しい。後方から見たら右肩の目、これ絶対ダメです。この右肩の目だとね、クラブの重心が右肩の上に落ちてきながら手の甲を下に向けられます。こうね、この辺持っていってみましょうか。左手持ちます。これです。これが正しい。よって正しいバックスイングを送るということが大事です。ぜひ皆さん実践してみてください。喧嘩やってる方は見てほら、すごい。ファイティング、キックボクシング。怒ってます。ほら怒ってる。ほらすごい。